つの延長線上に自分の肩が降りるよ。吸って吐いて、骨と骨の間に隙間があるかどうか確認してください。ボールを掴むような感じ、キャッチするような感じで、両手一緒に動かしてみましょう。全然雰囲気が変わってくると思います。末端を引っ張ることで肩甲骨が動きます。こういうイメージですね。ここ N1 N2 子宮肋骨近づき、内ももと肋骨で圧をかけてるのでしっかり踏める。映像があるだけで全然違うと思うので、見てイメージトレーニングするだけでも体は全然変わると思います。なのでそれがある。で、実はこれ見てるだけで体疲れるんですよ。筋肉が動いてるんですね。さらなる美しく機能的な体を目指して、最強の体作りしていきましょう。